席に4試合ぶりの38号ソロを放ったカージナルスドジャース、日時間18日セントルイスドジャースの大谷翔平投手は17日、日時間18日、敵地で行われたカージナルス戦の第3打席に4試合ぶりの38号ソロを放った。この日は2盗塁も決めており、ドジャースの球団新記録を打ち立てた。初回の第1打席に、四球で出塁すると、すかさず2盗に成功。第2打席は、振り逃げで出塁して、再び2盗を決めて、これで今季37盗塁目となった。そして第3打席には、打球速度 111.9 マイル、約 180.1 キロ、飛距離384フィート、約117メートル、角度21度の一発を右翼後方のブルペンに叩き込み、史上6人目の40から42、急接近した。ドジャース専門ポッドキャスト、インサイドザラビーンで司会を務め、米局、ESPN の番組にもゲスト出演する、ブレイク・ハリス記者は、大谷が今季塁打を放って、盗塁を決めたのはこれで8試合目。これは、ドジャースのチーム新記録と伝えた。ファンは、大谷はただただ、ドジャースの複数のチーム記録をかっさらっている。加入1年目に、まともじゃないと感心。8月は、試合前時点で14試合に出場して打率、164と不振だったが、再びエンジンをかけるだろうか。フルカウント編集部。